どうもこんにちは。本日なんですけど、ポケモンレジェンズアルセウス前回の続きからやっていきたいなと思います。ということで今日はですね、翡翠の夜明けちょっとねやっていきたいなと思います。ということでね、これ早速やっていきます。お、次なる調査は群衝の海岸での大発生だね。今度よろしく頼むよ。じゃあ砂浜です。誰これ、集落の皆に頼まれて招待されたお二人にあるとあれですね。夕顔殿から来ました。誰これ、粘り玉30個。ポケモンやれると相手の動きが鈍くなりますから、私たちも集落の者に頼まれクラフトでレシピを買ったのです。お、真珠弾が銀河弾の粘り玉をスピするなんて面白いよね。どういうことやこれは。大発生が起きてるわね。また雨降ってきたのか。レアポケモンがあるよね。ウインディーがいい。さらにしよっか。
めっちゃ落とした。よし、行くぞ。間違えてジェットボールにしたのだ。
コンボ威力やばいな。めっちゃ食らうやんこれ。じゃあ最後にやつもう一回。オッケー、いいね。守りの力が弱まって、行け、ハイパーボール。どういうことなんやろ、なんで雨降ってる、なんでさ、あの大量に発生して雨が降るんかな。ゾロワークってそんなことないんだっけ、あんま覚えてないんだけど、僕実はゾロワーク知らないんで、そもそも。じゃあ初めての風船あれかな。なんか。じゃあちょっと一回やってみようか。風船あり。言われたな。いいね。海岸の方向まで。
早技。これでラストかな。
調査隊からはサンダーの情報がいかがでしょうか。大体発生の調査をします。何か分かったことがあると教えてください。勝負してください。お勝負急にやいいね、青春じゃないか。一応の浜辺でショートの勝負に勝つということです。めっちゃたまるな。おお、よし勝負しますか。でも勝負の前にちょっと一旦ね、あれも一旦この辺でちょっとね終わりたいなと思います。ということでね、見てくださってありがとうございました。多分次回も純白の氷土とか、あれをやると思うんですよ。多分純白の氷土に、天空のやつだと思いますね。必須の楽器をクリアしていきたいなと思いますので、こんな感じです。ということでちょっとね、この辺で一旦終わります。最後まで見てくださってありがとうございました。 Twitter、Instagram、TikTok もやってるんでね、ぜひフォローまだの方よろしくお願いします。では最後にコモリンじゃんけん、最初はブンブン、じゃんけんポン、バイ。